どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドの今後のイベントスケジュールの確認やっていこうと思います。つい最近公式の方で大きな発表もありまして、モンスターハンターワールドは来年に入ってからも大きなアップデートも、重ねていって、来年の秋頃には新しい、ダウンロードコンテンツの方も配信されるということで、どんどんねアップデートも繰り返されていくというふうに言われているんですけれども、まずは目先のこの冬のアステラ祭りが終わってから、そして来年の1月4日まで年末年始のあたりですね、ここのイベントスケジュールが公式の方で正式に発表されていたので、今回はそれの確認をやっていこうと思います。すでに見てるという方も多いかもしれませんけれども、そういった方は、よかったら一緒に再確認してもらったり、まだ見てなかったっていう方は、この動画で確認してもらえたらと思います。それではまずは一番最初のイベントから確認していきます。まず一番最初、冬のアステラ祭りが終わって一番最初に来るイベントクエストが、今年最後最も目玉となるようなイベントクエストですね。星9の狂乱のエルドラド、歴戦王のマムタロトが登場するイベントクエストです。こちらが12月20日の朝9時から1月4日の8時59分まで、朝の8時59分までの配信となっています。ということなので、冬のアステラ祭りが終わってすぐ来て、来年の1月4日年始のあたりまで遊べるようになっています。ということで、冬のアステラ祭りが終わって一番に来るのはこの大きなイベントの狂乱のエルドラドなんですけれども、基本的な流れとしては普通のマムタロトの時と同じになるみたいですよね。確か普通の通常のマムタロトから入手できた鑑定武器はこの歴戦王のマムタロトから入手できて、じゃあ何が変わるかっていうと、歴戦王のマムタロトの中では特定の条件をマムタロトがパージする、黄金の鎧を脱ぐでいいのかな脱ぐってなんか変な言い方だけど、黄金の鎧がなくなるところ、解放されるまでの間に特定の条件をクリアすると、怒り荒ぶる状態だったかな、新しい状態に変化して、その状態でクリアすることによって、虹色枠っていうのが追加されて、でそこから新武器が来るという風になっているみたいです。ということなので楽しみですね。どうなんだろう。でも攻撃力とかどうなんでしょうね。歴戦王のマムタロトということなんで、やっぱ攻撃力、そして体力とか耐久値あたりの方も高くなってるとは思うんですけれども、どんな感じになってるか楽しみです。僕のチャンネルの方でもね、一応装備とかも作っていこうと、マムタルトの素材からガンマのね、歴戦王マムタルトのガンマシリーズの防具も来るということなんで、その防具も作る予定ですし、武器の方もね、また集める作業が来るんですね。まあ年末年始はね、学生さんの方はお休みが取れてるっていう人も多いかもしれないので、やっぱり人数も自然と増えてくると思いますし、年末年始のあたりはね、社会人の方も、その時間はゆっくりできる人も多いんじゃないかなと、なかなかね忙しい方もいるとは思うんですけれども、家に帰ってゆっくりモンハンもできるっていう方も多いかもしれないので、その間はねやっぱりこう普段よりもより賑わってると思うので、かつねやっぱり新しい武器も手に入るっていうことなんで、すごい大人数で盛り上がってやれそうなんで、その時にね僕もこそっといろんなところに入らせてもらったり、自分で部屋建てもするかもしれませんので、一緒に頑張って集めていきましょう。なんか前回ね日立結局入手できてないんですよね日立がねはい、なんでね、それも今回ので、ね、歴戦王で入手できるということなんで、それを一緒に狙っていけたらと思います。はい、ということで、ちょっと余計な話を挟みましたけれども、それではね、普通のイベント確認していきましょう。はい、ということで、このマムタロトのイベントも来るんですけれども、それプラス通常のイベントクエストもいくつか配信されるので、それの確認やっていきます。まず12月の21日から28日までの1回目の配信と、そして12月の28日から1月4日までと2週に分かれてあります。まずは12月の21日からのイベントを確認していきます。まず一つ目が星2回のクエストですね。オーグライドモが参る。ドスジャグラスの素材が集めやすいイベントクエストです。そして二つ目は上位のクエストになってきます。星4の食という欲の扉を開け。特殊闘技場のクエストでハンターランク6以上のクエストとなっています。三つ目が星7のアレノのボレロ。オオアリツカの荒地に生息するモンスターたちの大連続狩猟となっています。金冠サイズが狙いやすいクエストです。そして4つ目が星7の裏眼金たちが転がります。防御の強化に必要な鎧玉が入手しやすいクエストです。
そして最後、星級の脈打て本能、歴戦のイビルジョーが出るクエストですね。汚れた流脈石や輝く流脈石などが入手しやすいクエストとなっています。続いては12月28日から1月4日のイベントクエストの確認です。まず1つ目が星4共闘ヤックヤック、序盤に役立つ超粒子モンスターの素材を入手しやすい闘技場のクエストです。そして2つ目が星7深淵のブルース、古代樹の森に生息するモンスターたちの大連続狩猟、金環サイズを狙いやすいクエストとなっています。次は星7の大敗の谷のオペラ、正気の谷に生息するモンスターたちの大連続狩猟、こちらも金環サイズを狙いやすいクエストです。そして次のクエストはこの12月28日から新しく追加されるイベントクエストです。星8の軽やかで恐ろしく、そして熱く、このクエストではイビルジョーとオドガロン、そしてナナテスカトリが登場する闘技場の大連続狩猟のクエストとなっています。特別な素材が入手できると書いてあるんですけれども、この素材は一体何なのかはまだ今のところ分かっていません。イベントのこの公式の方から出ているこの画像から見ると、イビルジョーとオドガロンはもしかしたら同時討伐になるのかもしれないです。そしてその後にナナテスカトリが登場するクエストなのかもしれないと予想できます。難易度が星8ということなので、歴戦のクエストではなさそうですけれども、闘技場のあの狭いエリアの中でイビルジョーとオドガロンがもし同時に出てきたなら結構難しそうなクエストにはなりそうですけれども、まあマルチでみんなでこう分断しながら戦っていったりすると面白そうですね。どんなクエストになるか今後の情報が楽しみなところです。そして次が最後のクエスト、星9の調査万学流と草加流、こちらのクエストはハンターランクポイントがたくさん手に入るクエストとなっています。そして12月の28日から1月の11日までチャレンジクエストも一つ配信されます。星7の中級チャレンジクエスト1番が配信されます。こちらのクエストは基本報酬の中に狩猟王のコインが入っているということなので、狩猟王のコインが欲しい人はこのクエストを回すと効率的に入手できるような感じのクエストとなっています。以上で今回紹介するイベントクエストは終了です。ということなので、今のところはまずは歴戦王のマムタロトの情報が来ているといった感じです。このイベントが終わってから来年からはまだね詳しいところは分かっていないんですけれども、いろいろなまずはコラボクエストが来たり、そして歴戦王のデルギガンテが来たり、そして秋になるとダウンロードコンテンツも来るということなので、来年もモンスターハンターワールド楽しみですね。ということで、まずは歴戦王マムタロトに備えていろいろと装備作ったり準備しておきましょう。ではでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。